明治橋は沖縄県那覇市にある長さ128メートル、片側3車線の橋で、北側に通道町と東町、南側に大野山城と柿原城がそれぞれ接している。那覇空港、沖縄本島南部と那覇市街地、沖縄本島中北部とを結ぶ沖縄県の大動脈といえる道路橋で、橋の南端部は国道58号と、 国道332号の終点、国道331号の起点となっており、道路中央にはそれを示すモニュメントがある。明治時代の1883年に最初の橋が完成、現在の橋は4代目で1987年3月に完成した。また2003年には沖縄都市モノレール開通に合わせて、明治橋より東側に一室坊川駅のある、 道室坊川の国道329号那覇、東バイパスと大野山町の奥竹山公園との間に北明治橋が完成した。1883年7月、私地大山柿花との間に木橋が完成したのが最初の明治橋だと言われている。しかし台風などの天災の度に流出した。1903年5月に那覇区大山の魚物城の東側でつな来た。 明治橋と南明治橋がそれぞれ住民から通行量を徴収する有料橋として完成した。1916年に改修された。しかし、沖縄戦で日本軍が上陸する米軍を阻止する目的で南北両橋とも爆破された。この付近では近くに万古とな覇港があるために水上交通が盛んだったが、大正以降明治橋が改修されると、 車道の整備が進み、これまでの水上交通に代わって、陸上交通が次第に盛んになってきた。戦時中爆破された明治橋は戦後、沖縄を統治していた米軍によって建設され1953年10月に、戦前の南北明治橋よりやや東側に、長さ101メートル、幅21.1メートルの鉄筋コンクリート橋で完成した。 その後軍用道路1号線と3号線の起点として、1972年の本土復帰後は、国道58号、331号と332号の終点として、本島南部、那覇空港と本島中北部とを結ぶ沖縄の大動脈として発展していった。1970年に 1km 東に、那覇大橋が完成するまではこの付近では唯一。 国馬川を横断する橋だった。一方、戦前南明治橋があったところは、戦後埋め立てられ、那覇軍港や道路が建設された。1975年の海洋博覧会では、輸送確保のためこの区間では4車線から6車線に拡幅されたが、明治橋だけは構造上、拡幅ができないため4車線のままとなった。しかし、 交通量の増大と完成してから30年近く、立つ橋の老朽化により、橋を架け替えることになり1984年についに取り壊された。完成する3年もの間、元の橋の海側に建設された仮橋で対応していた。1987年3月に、長さ128メートル、幅31.5メートルの橋で完成。歩道も広めに確保したほか、 街灯も設置された。また、国道329号の那覇東バイパスがすでに計画されていたため、北端部にはあらかじめバイパスと交差する新旭橋の用地や、機体汽車線には右折帯も確保した。1992年には、そのバイパスも完成し、北端部で接続するようになった。開通後も、交通量は年々増大し、国道58号と、 国道329号本線が接する朝日橋交差点の北行きの渋滞は明治橋以南まで列が並ぶことが時々ある。なお、かつては那覇市街と那覇空港周辺とを結ぶ道路はこの橋のみであったが西側の海側に那覇空港から明治橋を避け、那覇港を横切る沈黙トンネルが2011年8月に完成。明治橋を避けて 相互通行することができるようになった。1988年以降は、毎年12月第1日用に行われる那覇、マラソンの実質的なスタート地点となっている。陸上競技場や県立武道館、那覇市栄養山野球場のある沖縄県栄養山公園へ、モノレールから直接アクセスできるようにするため、2003年8月に沖縄都市モノレール開通と同時に、 明治橋よりやや東側にある、坪川駅のある国道329号那覇、東バイパスと奥竹山公園との間に、長さ128メートル、幅12.4メートルの歩行者、専用道路橋として完成した。これにより、モノレールからも、この橋を渡って奥竹山公園に直接行けるようになった。毎年10月には、 那覇祭りが同公園を中心に開催されるため、モノレールの乗降客数とともに効果は絶大である。ありがとうございます。